皆様こんにちは。今回は iOS 版 Gmail アプリに IMAP 形式のメールアカウントを登録する方法をご紹介させていただきます。 iOS 版 Gmail アプリは2017年12月19日にバージョン 5.0 へとアップデートされ、Android 版では以前から対応していた IMAP 形式のメールアカウントの登録をついにサポートしました。 IMAP 形式のメールアカウント登録をサポートしたことにより、 NTT ドコモのメールサービスドコモメールなどを Gmail アプリでも管理できるようになりました。 iOS 版 Gmail アプリに IMAP 形式のメールアカウントを登録する手順は Android 版 Gmail アプリと基本的には同じです。まず Gmail アプリ左上のメニューアイコンをタッチして、メニューバーを表示し、アカウント名横の矢印からアカウントを管理をタッチします。次にアカウントを追加をタッチして、表示される画面一番下の項目のその他 IMAP をタッチします。あとはメールアドレス、受信サーバー、送信サーバーなどの情報を順に入力して進めば完了です。メールの同期タイミングは Gmail 側で自動で行われるため、この辺の設定を行う必要もなく、簡単にメールアカウントを登録することができます。ただし注意しなければいけないのは、今回の iOS 版 Gmail アプリの IMAP メールアカウント登録はあくまでも機種ごとに登録されるという点です。 Gmail は Web 版とアプリ版を通して POP3 形式のメールアカウント登録と自動同期をサポートしていますが、IMAP 形式のメールアカウント登録はあくまでもその機種の Gmail アプリにのみ登録されるメールアカウントで、同じ Google アカウントでログインしている他の機種の Gmail には同期されません。この仕様は Android 版 Gmail アプリと同じとなるので、もし複数の機種の Gmail で IMAP 形式のメールアカウントを管理したい場合は、その機種ごとに同じ流れで IMAP メールアカウントの登録を行う必要があります。以上、iOS 版 Gmail アプリに IMAP 形式のメールアカウントを登録する方法のご紹介でした。